オヌマンのシーバス塾、職業釣り師のオヌマ雅也です。今回のシーバス塾は釣れない人のフックについての授業です。1、まずね、定番なんですけど、フックがサビサビ、まあ錆びてるってやつですね。もうこれはね、刺さんねえっす。ダメです。もうね、必ず、もう自分の場合は、調光後にね、綺麗に洗ってください。もうそれだけでもね、フックだいぶ持つようになるんで、釣りから終わって、もしくは帰り道にね、公園とかがあったらそこで水洗いすると。で、塩分をね、綺麗に落としてあげれば、まだまだフック使えるんで、まずフックが錆びないようにする。フックが錆びてたら交換してください。で、もし錆びさせないためのフックは必ず毎回調光後に洗う。このね、ことを繰り返していただければ、このサビがなくなるんで、クリアできると思います。次にですが、フックサイズが合っていない。それはどういうことかと言いますか、基本ですね、釣り具メーカーさんって、例えば僕が監修したルアーで、このルアー8番がベストですってやるじゃないですか。ちょっとそれ針ちっちゃいからさ、ダメなんだよね。もう一回りでかくしていいって言われて、だいたい僕が8番を希望すると6番つけられます。6番を希望するとだいたい4番つけられます。そうするとですね、フックサイズが大きくなかったことによって、まずルアーのレンジずれてくるんですよ。例えば30センチしか潜らないルアーが、フックの自重が増えたことによって、レンジが入るようになる。もう一つ。もうこれね、僕の中で致命的なんですけど、ルアーの動きがもっさくなる。キレがなくなるんですよね。僕的にはフックサイズを合わせてほしいなと思います。それで僕なりに、まず僕が監修したルアーだけですよ。自分が監修したルアーの中で、そのフック目安というのが実はあります。例えば15センチから16センチのルアーですと、例えばガマガスさんで言ったら SP の3番ですね。それがいいと思います。125ミリの3フックタイプのものでしたら、僕はあえて8番にします。で、このまず8番にした理由っていうのは、まずアクションのキレとレンジが浅くなります。で、あと、一番はですね、テールフックをね、ちっちゃくするとね、泳ぎ出し良くなるんですよ。これ大きい声では言えないんですけど、メーカーの方もあんまり触れてほしくない部分なんですけど、逆にフックを大きくしたことによって、レンジが入ったりとか、ルアーのアクションのキレをもね、悪くしたりとか、立ち上がり悪くすると、まあ基本125ミリであれば、8番をつけた方が、自分が監修したルアーはキレッキレで立ち上がりも良くなっていいアクションが出るんで、試してみてください。で、次ですね、針先が甘い。それはどういうことかと言いますと、例えばですね、ルアーって動かしてるじゃないですか。これ見ていただければ分かるんですけど、フックサークルっていうのがつくんですよ。フックサークルがつくってことはですね、針先がボディに当たってるんですよね。で、そのボディに当たってガチャ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 って魚がヒットしてるうちに、針先が甘くなってくる。そういう理由があるんですよね。まあ、針を研いでもらうのが一番いいんですけど、ガマガスさんの RB フックに関しては、研がない方がいいです。研ぐとやっぱ落ちることが多いんで、SP フックとかね、ちょっと軸が太いものだったら問題ないんですけど、もしフックを研ぐのであれば、サンドペーパー、紙ヤスリですね。紙ヤスリの番手の細かいやつですね。それでシュッて一回。それでいいと思います。まあ、サビが取れるぐらい。ちょっと黒ずんでるとか取れるぐらいの感じでシュッて一回。もうそれだけでだいぶ刺さるようになるんで、自分でフックを研ぐ方は、紙ヤスリの番手の細かいものでやっていただくのが、一番フックが生き返るかなという感じです。フックサークルがついたらもう間違いなく針先が甘くなるし、2匹以上釣ったら針先が甘くなるし、当然根掛かりしたら針先がもう断然悪くなるんで、ゴンってきて乗らない方はもうフックが 100% 悪いんで、フックを交換してください。で、あとね、基本ね、大体のメーカーさんも、まあ、場合によってはね、海外製のね、ほんと針先の甘いフックがついたりするんで、僕の中ではもうやっぱ世界のガマガスさんにフックを変えればね、今までのショートバイトがなくなるんで、必ずね、針先が鋭いものに交換していくのが一番のヒットへの近づく道だと思ってるんで、フッキングしない方、必ずフック研ぐか、新品に交換して使用してください。概要欄におすすめのフックを載せていますので、チェックしてみてください。そしてさらに実況動画を見て学びたい方はシーバス大学へご入学ください。隠しておきたかった手元を見せてテクニックを公開しています。概要欄か、ここをクリックしてください。いいね、コメントは今後の動画の参考にさせていただきます。チャンネル登録していただければ新作動画を毎週2本お届けします。